サウスダコタはアメリカ海軍の装甲巡洋艦、ペンシルベニア級装甲巡洋艦の一隻。艦名はサウスダコタ州にちなむ。その名を持つ艦としては2隻目。サウスダコタはカリフォルニア州サンフランシスコのユニオン鉄工所で寄港する。1904年7月21日にグレース・ハーレイドによって命名浸水し、1908年1月27日に 艦長ジェームズ・ T ・スミス大佐の指揮下収益した。収益後太平洋艦隊装甲巡洋艦隊に配属されたサウス・ダコタは1908年まで西海岸沖で巡航を行う。8月24日、サモアへ向けてサンフランシスコを出港し、9月には東へ向かい、中央及び南アメリカ海域で作戦活動に従事した。1909年の秋にサウス・ダコタは 装甲巡洋艦隊と共に西方へ展開した。部隊はアドミラルティ諸島、フィリピン、日本及び中国の港を訪問し、1910年1月31日にホノルルに帰還した。2月になるとサウスダコタはテネシーと合流し、特別任務船隊を形成、南アメリカの大西洋岸を巡航し、年末に太平洋に戻った。 1911年の大半を太平洋岸に沿った作戦活動に費やしたサウスダコタは12月に総合巡洋艦船隊と共に巡航を開始しカリフォルニアからハワイ諸島、マリアナ諸島、フィリピン、日本を訪問した。1912年8月に西海岸に帰還しサウスダコタは周期的な船体演習を行い 1913年12月30日にビュージェットサウンド海軍交渉で予備役となる。1914年4月17日に太平洋艦隊予備役部隊から分離されたサウス・ダコタは6月にメキシコ水域での巡航を行い、8月にはハワイ諸島を訪れた。9月14日にブレマートンに帰還し、28日に再び予備役となる。 サウスダコタは1915年1月21日から太平洋艦隊予備役部隊の機関となり、1916年2月5日にミルウォーキーと交代するまでその任を務めた。サウスダコタは1916年まで限定収益状態で止まり、1917年4月5日に完全収益状態に復帰した。アメリカ合衆国が第一次世界大戦に参戦。すると、 サウスダコタは大西洋に配備され、4月12日にブレマートンを出港した。1917年5月29日にパナマのコロンでピッツバーグ・プエブロ・フレデリックと合流し、南大西洋に展開、ブラジルの港から紹介任務に従事した。1918年11月2日、東海岸から中部大西洋の合流地点に向かう、船団を護衛した。 停戦後サウスダコタはフランスのブレストからニューヨークまで機関兵を運ぶ任務を二度行った。1919年夏、サウスダコタは太平洋へ配備されアジア艦隊の機関任務を命じられる。1919年10月27日にマニラに到着し、1920年6月7日にヒューロンと改名され、7月17日に従順洋艦へ艦首変更される。 ヒューロンは続く7年間をアジア艦隊での任務に従事し、当期間はフィリピン水域での作戦活動、下期には上海、沿大での活動を行った。ヒューロンは帰還を命じられ、1926年12月31日にマニラを出港、1927年3月3日にピュージェットサウンド海軍交渉に到着した。6月17日に退役し、 予備役状態で保管後1929年11月15日に除籍された。ヒューロンはロンドン海軍軍縮条約に従って1930年2月11日にスクラップとして売却された。ヒューロンの船体は水泉部まで剥ぎ取られ、その後パウエルリバー社に売却された。1931年8月、船体は カナダのブリティッシュコロンビア州にある同社まで懸念され、防波堤として使用された。ヒューロンは、チャールストンの船体の横に係留され、船体はバラスト水が注入され、浮力を維持するため定期的に水が汲み出された。1961年2月18日の嵐で、船体は浸水し、80フィートの港底に沈んだ。その残骸は今日でも見ることができる。不思議なことに、 ヒューロンの船体の一部は5マイル離れたテクサだ島に存在する。ありがとうございます。